ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界9月14日の出来事について触れてまいります。1956年メキシコ EMLL マットでエルサントはエルグラジエーターの持つ NWA ミドル級王座に挑戦、見事勝利しベルトを奪取しました。1929年のこの日、マットドッグバションの生誕日です。1950年のこの日、パッド・オコーナーがプロレスデビューしました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう、さようなら。